俺のハイカロ飯食堂へようこそ。今回のいけないハイカロ飯はアメリカ版のエビマヨことバンバンシュリンプだ。バンバンの意味はぶっちゃけあまり分かっていない。野郎ども、酒の準備はいいか。エビは背綿を取って尻尾の先端を処理したら下準備は OK。 小麦粉とコーンスターチで衣を作ったら、エビちゃんにぬりぬり、160度くらいの油でじっくり揚げたら OK だ。つまみ食いは料理する人の特権。ソースの材料はこのメンツ、シラチャー、練乳、スイートチリ、マヨ、マヨ、マヨ、とろっとするまで混ぜれば背徳感たっぷりソースの出来上がりだ。カラッと揚がったエビちゃんに激うまなバンバンソースを絡める。ソースは盛り付け用にも取っておいてくれよな。さっくり混ぜたら完成だ。エビちゃんの脇を固めるのはこの方々。パプリカは角切り、紫玉ねぎは粗みじん切り、キャベツは千切りでスタンバイ。軽く焼いたトルティーヤにキャベツ、パプリカ、エビちゃんを乗っけて、玉ねぎパラー、オイソースからのパセリ、フライドオニオン、仕上げにパプリカパウダーをかけて完成。実にうまそうじゃねえか。それではいただきます。ベリーヤム、全米が沸いた。ピリッとくる甘辛さとマヨのまろやかな酸味が最高に効いた。間違いなく絶品の料理だ。エビのプリプリ感、野菜のシャキシャキ感と食感も楽しい一皿だぜ。シャンディガフもうめえ。大変美味しくいただきました。チャンネル登録と高評価をよろしくどうぞ。Twitter と Instagram のフォロー、泣いて喜ぶぜ。それじゃまた来てくれよな。